はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は情報修正されたロックリー使っていこうかなと思います。このキャラは2019年の初頭ぐらいに登場したんでしたっけな、登場時期はよくわかんないんですけども、まあ結構ね弱かったんですよね。体力タイプなのにもかかわらず HP がねちょっと低かったんですけども、この度アップデートで HP が1万5000まで、上がりました。これ3000ぐらいもられましたね。これめちゃくちゃで、必殺の火力も伸びて、特性の永続ダメージアップも伸びたと。で、僕ねこの裏レンゲめっちゃ好きなんですわ。この辺ぐらいまでアニメを見てたんですけども、自分の忍道を貫き守り通すとき、あのシーンめちゃくちゃいいよね。そんで友情技に関しては今回情報修正されませんでしたね。まあデバフ解除持ってるんで、まあこれだけでも十分いいんじゃないかなと思いますね。まあメイン性能がとにかく格段に上がったという状況で、早速使っていきましょうか。挑んでいくダンジョンは遠藤守る魔神ザハンド級というわけで、リーさんってさ、僕中忍試験編ぐらいまでしかアニメ見てないんですけども、そっから先ってリーさん指紋とか開けるぐらいまで成長したんかな。ガイ先生がまだら辺で指紋開いた野外は知ってる。もしさ、僕指紋開けるぐらいに体術極まってたら、僕どういう時に指紋開くかなって考えたんですけども、だいたい学校遅れた時に開こうかなと思うね。というわけで早速使っていくんですけども、演出見ていこうかなっていう風に思っております。はい、いいんですよねこの裏レンゲマジで好きやねんな。で火力にもご注目。あ、来ました。いいね、めちゃくちゃ素晴らしい。で火力いかほどというわけで、はい、オラミー4万超えたで、おい超えたで駆動。この火力半端なくないですか。4万超えましたよ。いやーいいね、これぞ情報修正。使えへんかった、初期キャラたちが使えるようになる。これが情報修正の醍醐味なんですよね。これからマジでリーさん使っていこう。僕体力タイプめちゃくちゃ好きなんで、ぜひとも使っていこうかなっていうふうに思っているんですけど、まあでもデメリットはありますね。っていうのも、弱体化がこれかかります。発動から2回目の味方のターン、これなんかなんなんこの書き方、ややこしいねんけど、まあ俗に言う2ターンですね。2ターン 10% の弱体化がかかる。これ弱体化っていうのは何かって言ったら、受けるダメージが 10% アップするという能力ですね。まあその辺は原作再現されてていいんじゃないかな。裏レンゲ打ったらもうリーさん体ボロボロになりますから、その辺は、そういうので再現されているんじゃないかなという状況ではあるんですけども、まあ、でもバンバン打つ価値めちゃくちゃあると思う。4万超えてるって僕もビビったで。まあ若干ね、友情技等々で、まあ、HP の底上げしてるんですけども、でも数の HP が、まあ、1万5000んで、まあ僕友情コンボ等々解放してるから1万6000ぐらいで、で必殺の火力これ合計したらレベル6状態で 136% ですから、 136% やで136% って普通に必殺レベル12状態のキャラでその火力出るのは分かるんですけども、6状態でこの火力出る、しかも HP 1万5000超えていると、もうこれはもうめちゃくちゃ強くなったんじゃないかなと思います。なんか最近ね体力タイプ、僕ね前々から言ってたんですよ、体力タイプがいずれてっぺん取る日が来ると。もうこれはもう1年以上前からも言い続けてきたことなんですけども、まあ、その時がついに来てるんじゃないかなと思いますね。今年マジで体力タイプバカほど強くなると思う。体力も高いから耐久にも向いていると。だから超究極とかの攻略にも最適なのにもかかわらず火力も出ると、もう申し分ない矛と盾なんじゃないかなと思う。というかね、僕もビビったこんなに火力出るキャラクターとして生まれ変わるとは僕思ってなかったんで、まあせいぜい3万まあ4000とかそれぐらいで止まるかなって個人的には思ってたんですけども、まさか4万を超えちゃったというわけで、4万ってマジで最近の2021年の、体力タイプのキャラクターとかなので、だからもう
この時代2021年令和にも活躍できるようなキャラクターになったんじゃないかなと僕は思う。マジでこんな超絶強化されるとは思ってなかったんで、まあ、しかもロックリーって結構前々から登場してるキャラクターですから、わりかしあの必殺レベル等々あの掛け合わせであのレベルとかめっちゃ高い人結構いると思うんですよね。今までは全然使えなかったと思うんですけども、今後もう 100% 使えるようになるので、ぜひとも B さん使ってみてはどうでしょうか。僕ね、まあこのゲームリリース日からやってるんですけども、まだ B さん2回目出たことないんですよ。で特性をなんか知らんけど血迷ったんかなんか知らんけど必殺の弾1個食わしてるっていうね、これなんでなん。僕ねそういうキャラめっちゃ多いねんな。謎に必殺の弾を1個食わしているっていう過去の自分が血迷ってるパターン、あのリーさん必殺じゃなくて特性のレベル1上げたら火力が上がるんじゃなくて単なるダメージ軽減がちょっと伸びるだけなんですよ。それってクソ無意味でなんで食わした、過去の僕よ。マジで問いただしたいという状況が発動しているんですけども、まあ、今回超強化されましたけども、弱点といえば耐性がないことかな。特性に耐性がついてないので、ちょっと連れていくターンちゃんは限られてくるんじゃないかなと思うんですけども、火力要因と言わせても十二分に活躍できる、めちゃくちゃ強いわ。